クォーターパウンダー。クォーターパウンダーは、ファストフードチェーンマクドナルドの商品の一つ。1、4ポンドのバーガーパティを使った、ハンバーガーという意味。ビッグマックと並ぶマクドナルドの中核商品の一つではあるが、必ずしも全ての国のチェーン店舗で発売されているわけではない。バーガーパティは、調理前の重量が1、4ポンド、113.4グラム。 調理後は 82g ある牛肉製のものを使用、チーズピクルス玉ねぎを添え、ケチャップとマスタードで味付けがなされている。ヤードポンド法の度量を単位を使っておらずポンド、パウンドという単位に馴染みがない国々などでは、同一商品がハンバーガーロイヤル、マックロイヤルなどと呼ばれている合わせもある。フランスでは、クォーターパウンダーウィズチーズは、 ロイヤルチーズが正式名称とされている。アラブ首長国連邦の店舗に至っては、クォーターパウンダーとマックロイヤル併売されているなど、多少の混乱も見られる。アラブ首長国連邦では、この2つの商品は、多少レシピに違いがある。1971年から1972年にかけて、カリフォルニア州フリーモントの店舗で、テスト販売が行われ。 1973年からアメリカ合衆国内のチェーン店でのレギュラーメニューとされた。チーズ入りのものとチーズなしのものが存在するが、チーズ入りのものの方がはるかに一般的である。なお、1、4パウンドの肉を使ったハンバーガーは、別段マクドナルドの限定商品ではなく、比較的一般的なものであり、他の多くのハンバーガー店も販売している。クォーターパウンダーは、 アメリカ合衆国内では、マクドナルドの商標として登録されているものの、他国ではそうとは限らず、例えば英国のウィンピーチェーンなどのように、クォーターパンダーという名のハンバーガーが売られている場合がある。マクドナルドのクォーターパウンダーには、国別に多様なバリエーションがある。日本マクドナルドでは、1978年4月に、クォーターパウンダー及びチーズクォーターパウンダーが、 新製品として導入されたが、1983年5月にダブルバーガー及びダブルチーズバーガーが発売された割に正式メニューから姿を消した。その後は沖縄県、佐世保市、山和市、綾瀬市、厚木基地など、米軍基地内や周辺地域の一部店舗でのみ、取り扱われていたが、2003年、東京都の一部店舗において期間限定メニューとして復活し、 クォーターパウンダーの他に、ダブルチーズクォーターパウンダー、BBQ、クォーターパウンダーが発売された。これらバリエーションの2品目は、店舗によって、どちらか一方がメニューに入った。ダブルチーズクォーターパウンダーが、東急かまた店、西新宿店、池袋店等で、BBQ、クォーターパウンダーが、東京駅店、秋葉原店、大森駅北口店、 目黒駅前店等にて発売された。2007年11月から、熊本県荒尾市を除くのマクドナルドで、クォーターパウンダーチーズ、ダブルクォーターパウンダーチーズ、クォーターパウンダーデラックス、2008年10月3日、取扱い終了が、地域限定商品として発売開始となり、期間限定商品で2008年7月には、クォーターパウンダー、ベーコンバーベキューが、 2008年9月には、クォーターパウンダー、月見道地域にて発売された。2008年11月1日から1ヶ月間限定で、クォーターパウンダーショップなる PR 店舗による提供も行い、同年11月28日には、すでに販売されている、熊本県に加えて、首都圏全域のマクドナルド店舗販売が開始され、その後、同年12月23日に、 大阪市内で、クォーターパウンダーブランドで発売された。そして2009年4月28日より、全国のマクドナルド店舗、一部店舗を除くにて、発売を開始。ただし、レシピは1978年に発売された、同名商品とは異なっているという。この時のキャッチコピーは、日本のハンバーガーよ、もう遊びは終わりだ。大阪での販売開始時には、 徹夜組を含め2000人余りの行列ができたが、時給1000円と商品代金を報酬として、行列に並び購入するアルバイトを、人材派遣企業のフルキャストなどがマクドナルドをよ、マーケティング会社の依頼により1000人ほど募集した。日本マクドナルドはこの、アルバイトの依頼はいわゆる桜ややらせではなく、モニター調査としており、先行販売していた、東京の2店舗でもアルバイトを依頼している。 2017年4月4日をもって、グランシリーズの発売に伴い、惜しまれつつも販売終了した。2010年1月より、クォーターパウンダーの1、4ポンドのビーフパティをベースとした、期間限定メニューシリーズ、ビッグアメリカを展開し、テキサスバーガー、ニューヨークバーガー、カリルニアバーガー、ハワイアンバーガーを順次発売。テキサスバーガーの発売初日には1日単位での、 売り上げが過去最高を記録した。2010年8月から9月にかけて、クォーターパウンダー、月見と同様の商品が、大月見バーガーとして、全国の店舗で発売された。2011年も9月9日から10月上旬まで、発売された。2011年1月から3月にかけて、ビッグアメリカシリーズの続編として、ビッグアメリカ2を展開。この期間は、 テキサスーバーガー、アイダホバーガー、マイアミバーガー、マンハッタンガーを順次発売。2012年1月から3月にかけて、ビッグアメリカシリーズ第3弾を展開。この期間は、グランドキャニオンバーガー、ラスベガスバーガー、ブロードウェイバーガー、ビバリーヒルズバーガーを順次発売。2013年6月24日に、クォーターパウンダーハバネロトマトと、 クォーターパウンダー BLT が期間限定で販売された。イメージキャラクターにはサッカー選手の本田圭佑が起用され、渋谷の先行販売には1000人以上もの行列ができた。2013年7月6日、13日、20日にクォーターパウンダージュエリーが販売された。当時、未発表の商品をネットメディアが予想と称して取り上げ記事化し、 その記事には予想の割にかなり具体的な内容で関係者から情報を提供されたものと思われるほか記事のタグに発売日や製品名のようなものまで書かれていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。